はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、サムライ2948です。いつも YouTube のチャンネル登録とかね、スーパーサンクスとか Discord への参加とか本当ありがとうございます。で、Discord ね、もう3000人超えておりますのでね、ぜひスターシーズンとかスターフィールドとかフォールアウト76とかね、その他諸々ゲーム大好きだよって方は参加していただけると嬉しいです。で、今回の動画なんですが、今回の動画はですね、まあ、ざっくり言うと、まず一つ目ね、お話ししていくのは、現在ですね、ウェンディゴコロサス大人気で、姫戦がね、全然行われないという状況になっているんですけども、これがなぜなのかっていうお話と、で、それに付随したですね、メンテナンスと、そのメンテナンスとね、あと、まあ、運営からの告知と、まあ、そのあたりについてね、ちょっと語っていきたいかなと思います。なんか上の方に鹿めっちゃいるね。なんだろうあれ。はい。で、あとはですね、まあ、いろんなイベントについてもね、語っていきたいと思います。あと、PTS のね、ちょっとネタバレが、ですごく大事なのが1件入りますので、それもですね、まあ、ネタバレはご了承ください。まあ、ネタバレ大好きだよって人はね、ぜひ最後まで見てください。まあ、真ん中ぐらいで言いますかね。レジェンダリーモジュールに関する PTS の変更点についてのお話です。あとは、モスマンイクイノックスというですね、復刻イベントがあるので、その話を少しして、ミネルバさんのお話もね、ミネルバさんってこの人ね、今回ね、ミネルバさんすごくいいものね、珍しく売ってるんで、ぜひね、それも見ていただきたいんですけども、その話をして、最後に、まあ、7月とね、6月下旬の、まあ、大雑把なイベントについての解説をして、今回はね、まあ、行きたいかなと思います。じゃあ、どんどんやっていきましょう。で、まず一つ目、こちら。ね、姫戦のお話です。これね、何かって言いますと、まあね、このボルシークっていうね、緑色で書いてありますけど、この方何かっていうと、ベセスタのね、特にフォールアウト76のコミュニティマネージャーです。まあ、要はベセスタの中の人だとね、持ってもらえればいいんですけども、これね、ちょっと日本語訳すると、こちら。皆さん、こんにちは。姫戦のね、問題と、その他のバグを修正するホットフィックスがリリースされることをお知らせしますと。で、タイミングはまだ決まってないんですが、まあ、詳細決まったらね、お伝えすると。で、実際ですね、これが投稿されたのが6月25日なんですけども、その後ですね、6月28日の日本時間午前3時に、こちら、ね、まあ、これも多分ね、ボルシークさんが書いてるのかな、まあ、そこまでは分かりませんけども、ベセスタの公式発表がね、行われまして、で、日本語化するとこちら。皆さん、こんにちは。日本時間6月28日の午後23時に、フォールアウト76に対してね、まあ、メンテナンスが行われて、スコーチダースと、あと細かいバグフィックスが、まあ、適用されますよっていうね、お話が投稿されてます。で、結局のところね、なんでこんなメンテが入るようになったかっていうと、実はですね、こちらのスコーチダース、つまりスコーチビーストクイーンを倒すっていうですね、イベントなんですけども、パブリックイベント。その報酬がですね、最近もらえなくなってたんですね。例えば、溶剤がもらえません。ね、一番肝心なぐらい肝心なんですけど、溶剤とかもらえなくなってて、で、誰もここに核を打たなくなって、みんなこっちに核を打ったり、あとはエビクションノーティスね、参加してワーワーやってたんですけども、まあ、そんな感じでですね、そういった重大なバグが起きてたんですが、それが、いよいよ修正されるということです。はい。そんな感じです。で、続いて、次はね、PTS のお話です。で、こちらを見ていただきたいんですが、これ何かっていうと、あ、パビアもね、マームルって書いてあるんですが、これ何かっていうと、マームルさんです、マームルさん。で、マームルさんね、プレイヤーはマームルさんから一度にね、最大に100個のレジェンダリーモジュールと、500個の、ボルトスチール、ね、ボルトてっぺんですね、あれを購入できること、が、まあ、購入することができるようになりましたということで、これ何かっていうと、実はね、レジェンダリーモジュールって一つのサーバーあたりね、5個ずつしか今まで買えなかったんですね。で、ベセスダは別にね、まあ、その5個だけ買えるようにしたかったわけでは多分ないんですね。なんでかっていうと、サーバー変えるとね、いくらでもね、レジェンダリーモジュールって買えるんで、でも今回ね、その最大値が5個から、100個に増えると。で、多分ね、なんでこれ100個かっていうと、少々ってですね、最大で5000までしか持てないんですね。1人当たり。で、レジェンダリーモジュール1個当たり50の少々を使えますので、なのでね、まあ、50×100 で5000と、少々5000分ということで、まあ、どんだけ少々持っていても一度にね、まあ、マックスまで買うことができるようになりますよというね、お話です。はい。なので、これはね、非常にいい修正なんじゃないかなと思います。なんで修正にこんなに時間がかかったんだろうっていうね、疑問はかなりあるんですが、まあ、とりあえずそんな感じです。で、続いて、次はね、モスマンイクイノックスのお話していきましょう。で、こちらのね、モスマンイクイノックスの画像なんですが、これね、昔からあるイベントで、昔ぐらいからあるイベントで、場所はですね、ポイントプレザントという場所で、ポイントプレゼントね、まあ、左上に今表示してますけども、ポイントプレゼント、ここで行われるんですけども、まあ、ボルト76の、左側あたりにある場所です。で、まあ、ただね、正直今、エビクションノーティスがですね、大人気で、伝説のね、アイテムもエビクションノーティスの方がはるかに集まるので、数倍は集まるので、まあ、はっきり言って、まあ、モスマイクイノックスの限定の、
なんかイベント報酬、例えばモスマンの玉座とかね、そういったものがどうしても欲しいっていう人以外は参加するメリットほぼないので、別にまあ参加しなくてもいいかなっていう感じです。で、このイベントが行われるのはね、書いてある通り、まあ日本時間だと6月29日の午前1時ですので、まあ実際ですね、先ほどお見せしたあのメンテナンスが明けてからになると思います。ね、6月28日の23時からメンテ始まって、でそれからね2時間後にモスマンイクイノックス始まるんで、はい。ただね、正直あのメンテが2時間で終わるかどうかわかんないのでね、まあ、実際は6月29日のメンテ明けからになるかなと思います。期間は意外と短くて2週間程度ですね。はい。あ、そうだ、あの話す予定なかったんですがね、一応あの PTS で、なんだっけ、ミートウィークか、ミートウィークのあの修正パッチがね当たりまして、今ミートウィーク実験中みたいになってますのでね、まああのミートウィークうまくいけばね、多分また近々来るんじゃないかなと思います。カレンダーには入ってないんですけどね。で、続いて、今度はねゲーム内の画面に戻っていくんですが、ミネルヴァさんのねお話をちょっとしていきましょう。で、ミネルヴァさんが来てるのは6月28日の午前1時から6月30日の午前1時まで、約48時間ですかね。で、今回売られているのはこちらのねアイテムたちになります。まあ、私はねもう全部買って終わっているんですけども、まあ、正直おすすめなものをねご紹介しましょう。で、おすすめなものはねはっきり言ってここです。この5個、うん、これがおすすめ、めちゃくちゃおすすめです。なんでかっていうと、フォールアウト76でね、生身で一番強いのは、基本的にはシークレットサービスのパワーアーマーになってくる。パワーアーマーじゃない、シークレットサービスの、生身のアーマーになっていくんですね。これちょっと塗装してあるんで緑色になってますけどね、元は灰色です。はい。まあ、灰色だろうが緑だろうが中身同じね。で、まあ、狙っていくのはですね、基本的に腹痛で AP 回復で武器重量 20% 軽減と、まあ、もちろん下2つはね、好みによるんですが、これをね、まあ、集めていく感じになりますので、ぜひね、設計図持ってないと話になりませんのでね、これトレード不可能なアイテムですので、トレード不可能ってことは自分で作らないと手に入らない、ね、ものですので、設計図はねどうしてもシークレットサービスを集める場合必要不可欠になってきますので、この辺はですね買っていただけるといいかなと思います。これね金塊のね通貨量がこんな中途半端な数字になってるのは、このミネルヴァさんはちょっと安値で売ってるからです。多分何割だったかな、2割か3割ぐらい安いんじゃなかったかな。なのでね、まあ金塊少ない人でもね、私今29しかないけど、少ない人でもね対応に変えるので、ぜひやっていただければいいかなと思います。で、その次におすすめなのはね、科学者のバックパックですかね、これもおすすめ。まあ薬品重量軽減ということで、トラベリングファーマシーと同じね、効果なんですけども、はい。まあ手に入れていただければいいかなと思います。あとはね、まあどうでもいいかな。はい。あとはまあまあ検索してなんか良さそうであれば買ってみてください。あとはいらないです。あとヘルメットも別にいらない。うん、必要なのはここと、トラクシャのバックパックです。ヘルメットはいりませんよ。もう一回言いますけどね。たまにヘルメットね、一番値段高いから最初に買っちゃう人いるんだけど、これ一番いらないので。はい。ね、じゃあ行きましょう。で、最後のお話をしていきましょう。あ、その前にね、ミネルヴァさん、今回クレーターの方にいますのでね、クレーターに来てください。はい、クレーター、ここね。48時間です。で、最後、ね、公式の、カレンダーを見てね、ちょっとお話を終えましょう。で、デッドアイランドということで、まあ、6月から、9月、ね、6、7、8、9、9ということで、4ヶ月間の、ね、イベントスケジュールがもう公開されているんですが、今のところですね、英語でしか公開されてないので、うん、まあ、とりあえず英語のまま行くんですけども、これだとね、見づらいんで、ちょっと6月と7月拡大版をね、用意しましたので、これを見てね、今回の動画を終わりたいと思います。で、6月、31日から、7月のね、5日まで、ダブルミューテーションが行われてますね。あ、モスマイクイノックスももう予定に入ってますね。はい、今どこのこと言ってるかっていうとごめんね、右上の方です。右上、6月って、ね、文字が日本語で書いてありますけど、そのね、すぐ下、ね、アンダーラインのすぐ下の左側、ね、6月28、まあ、日本時間だと6月29なんですけど、6月29から7月13まで2週間モスマイクイノックスが行われると。で、その次が、一番右側ね、6月31日から7月5日まで、ダブルミューテーションということで、まあ、デイリーオプスの二重変異が来ると。まあ、なので、二重変異来るってことはね、デイリーオプスの報酬がちょっと良くなるので、まあ、狙っていただければね、いいかなという感じです。はい。で、下にね、移っていただいて、7月なんですが、まあ、モスマンイクイノックスが継続して行われているということと、ダブルミューテーションが継続して行われているっていうのが左にね、2つ書いてあるんですけど、で、その次、近海のね、交換量が増加するというイベントが、まあ、7月8日から12日まで。で、少々の交換量かなと、少々の、まあ、駅でのね、機械での交換量が2倍になるってやつと、あと、ダブルミューテーションということでね、また二重変異、デイリーオブスの二重変異が7月15から19日まで行われると。で、22から、26までは、マームル3セールがまた行われて、
でトレジャーハンターが7月の29日から8月の2日までまた来ると、でまた20編も来るというお話です。大体こんな感じ。はい、いかがだったでしょう。であとね、まあここまでね、最後までね、せっかく見てくださった方のためにね、私なりのちょっとだけね、小話をしたいと思います。まあ PTS の話なんですけど、あのね、ピットでレジェンダリーモジュールが報酬としてね、出るようになりましたので、正直今後ですね、あんまり伝説の装備ね、狙う必要はね、今後なくなってくるかなっていう気がねするので、まあ多分来るのは9月とかねなんですけど、メンテでね、あの実装されるのは多分9月とかなんですけど、あのうん、そんなにですね、9月か10月かな、そのぐらいだと思うんですけど、そんなにですね、あの要はレジェンダリーモジュールが直接出るんであれば、ね、大量にあのクリアするためにレジェンダリーモジュール出るんであれば、別に伝説装備をね集めてそれを駅に交換しに行くっていうね、その手順を踏む必要性があんまりないので、てか普通にあのピットで伝説装備ももらえるし、でレジェンダリーモジュールももらえるしということで、今後ですね、あの伝説を溜め込んでいてもあんまりねメリットがないっていうか、この後も値下がりをどんどんしていくんじゃないかなとね、私的には思っておりますのでね、まあ伝説大量にね、もし証書用に溜め込んでる方がいたら、そろそろね放出してもいいんじゃないのかなっていう気が私なりの考えではねあります。はい、で伝説がたくさん出るようになる関係上ね、まあ既存の伝説武器の価値はまあ相対的にはねちょっと目減りしていくかなっていう感じもするので、まあそうね、なんかあの人今スーって言ったね。まあそんな感じですのでね、まあ今のうちになんかいい武器はね、まあいい武器も3本も5本も持ってるんであればね、1、2本レガシーに変えるとかねしても全然いいかなという感じですので、まあぜひあの検討してみていただけるとねいいかなと思います。はい、要はレガシーは絶対手に入んないので、ね、ただレガシー以外のすごくいい武器は今後ねもうどんどん手に入りやすくなっていくので、今言った通りねピットの報酬のせいで、まあなのでね、まあそのピットの PTS の仕様がそのまま来るかどうか分かりませんけどね、ちょっとその辺心に留めておいてねいただければいいかなと思います。はい、あの鹿たちずっといるね。じゃあお疲れ様でした。サムライ2948でした。またよければね別の動画もご覧ください。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。